の古川進です私は KMD の中でビジネスといったセグメントでですね、えー、事業を担当してるんですけれどもそれにとどまらずビジネスだけじゃなしに新しいコンテンツやサービスを一緒に作り上げていこうとそんなことを夢見ております私はちょうど23歳の時に自分が一生のライフワークとしてこんなことを手掛けたいということをコラムに書いたことがあるんですけれどもその中ではパーソナルコンピューターが将来生産性を高めたり 競争にに、打ち勝つための道具ではなく将来メディアになるだろうということを23歳の時に書いていますでその内容というのはこれから先にマスメディアでもない通信でもないテレビでもない新しいメディアが生まれてそれがですね出来上がった時にそのコンピューターの形だとかそれからデバイス機能といったものがどんどん見えなくなって人間を豊かにするその痛いものは痛いとしてお互い共有したり 温かいもの温かいその熱を一緒にこう感じられるようなですねそんな環境を作っていきたいとでそんなその環境が人間同士をつなぐ新しいメディアになるだろうということを23歳の時に考えその書きました実はそれからアスキーなりマイクロソフトという会社で仕事を務め上げたんですけどもひょっとしたら自分自身の中でですね その新しいメディアを作るんだということにようやく自分が一歩近づけたと、でそのためにずいぶん遠い道を歩んでしまったんですけども、今度は逆にその経験が皆さんが新しくチャレンジすることにつながる一つのきっかけになればというふうに考えています。